今日経新聞はですね、アジアからの報道に力を入れてるんです。今経済が成長しているのはアジア、欧米ではなくて、そして日本の市場はちっちゃくなってますから、今アジアに目を向けようということで、アジア発の情報を非常に重視している。日経を読んでくださる方がここまで来てもらう、現場に来てもらう、記者と同時のところにですね来ていただくっていう試みをやってるんです。今回のミッションも、現場に行って現物を見て現実を知ると。タイには多くの日系企業が進出していますが、タイの本当のローカルの会社のことを本当の意味で知らないような現状があると私たちは考えます。僕たちが選べた人だから完全に選ばれないといけない立場に移ると。いろんな会社がタイだけではなくタイの外で仕事をしている。それは日本企業にできないようなやり方になっているんですね。タイのローカル企業、強いてはそのタイの財閥のかつ役員の方々から直接話が聞けるようなアポイントメントを重要視して体感していただけるようなプログラムとして設計しました。改革戦略においてこう攻める地域を決めるにあたってどうやって決めるのか、ビアッシングとのブランディング戦略の違いをちょっと教えていただければ。普段こう会えないような責任のある立場の方とお話ができると、普段何を考えているのか、実際ご本人の口から話を伺えるというのが一番価値がある部分かなと思っております。で、我々がやるサービスに対して一緒に協業っていうのはできるんでしょうか。いや、これやっぱり期待しますよ。ครั้งนี้นะครับทางวิเศษฟอรัมได้มาเนี่ยต้องการจะมาดูว่าประเทศไทยมีการเติบโตก้าวหน้าไปอย่างไรนะครับซึ่งเราเองก็พยายามพัฒนาขึ้นไปให้ได้มากที่สุดนะครับสปีดがかなり早く各タイの企業さん動いてらっしゃるなっていう点だったり、あと皆さん技術のところをかなり意識されてらっしゃいましたので、まあ、日本もスピードを持ってやっていかなきゃいけないねという印象が非常に感じました。เราเองก็พยายามให้เห็นว่าธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลไม่ได้มีแค่เฉพาะในเมืองไทยมีไปทั่วโลกมีไปหลายสิบประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านก็คาดว่าจะทำให้นักธุรกิจจากญี่ปุ่นเองมองว่าการลงทุนในประเทศไทยจริงๆแล้วไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศไทยอาจจะได้ความหลากหลายการที่จะไปประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นวันนี้ทางกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปยินดีต้อนรับนักธุรกิจจากญี่ปุ่นมาจากโครงการของทางนิเคอีกครับ今回いろんな業種業態の方が参加いただいてまして、で今後日本の中小企業の方にこちらに来るにあたってそういったネットワークが今回できたということで、今後もそういうネットワークを生かして日本の中小企業の方が、まあ、タイに、の企業とうまくビジネスをやって、成功させていけるんじゃないかというふうに確信をしますので、本当に貴重な機会をいただいたと思います。ก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตต่อไปจะมีความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจของไทยกับของญี่ปุ่นมากขึ้นครับมีการลงทุนร่วมกันมากขึ้นครับเจ้าหน้าที่方々やったことじゃなくてこれからやろうとしてることから考え方どうやって意思決定してるのか全て仕組みが分かりました。これからいろんなテーマで私たち考えていきます。業界別、食品、医療、いろいろありますけれども、業界と地域に焦点を当てていろいろな企画を組んで NBS 日経ビジネススクールのミッションを組んでいきますので期待してください。